ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが、お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。こんばんは。前回の続きやっていきます。前回の続きですね、ちょうどね、今から神殿に入るところです。こうかな。おー、これ誰か選べないの、ここ。あ、ダメなんだ。もうキャラクターいないね。あ、なんか、でも、あれみたい。なんかゼルダの子ね、やったことない。あの操作台を使えば、扉が開くよ。なんだろう、ちょっとなんかゼルダっぽいというか。見えた、神殿の最深部だ。あ、すごい行くんだね。あれ、目的しか出ないな。どうやって行くんだろう。ん？あ、なるほど。はいはい。変えた方がいいね、じゃあ。これやったんだ。あ。すごーい。自分で取らないといけないんですよ。これなんかね、拾ってくれたら嬉しいんだけど。これ楽しいね。あー、なん、使用する様々な物体の元素特徴が分かった。ちょっとね、主人公キャラに変えてみました。途中途中、ここにもいたんですよ、敵が。倒して一応。あれかな？弓の方がいいね、ここ。あれって、火薬が詰まった樽だよね。うん。矢で撃てば起爆できると思う。あ、これか。ついてこれるかな。よくできてる。この中にね、なんかね、いろいろあったりするんですよ、意外と。
もこれで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。あ、成功なんだ。もうないの。気にはなるよね。ああ、戻る。出る。ちょっと待って、じゃあ。もうちょっとなんかいろいろ見たい。スタがあるしね。登れない？これ。ダメか。あ！今、下に出てる963秒後にもう自動的に終わるんだ。登りたかったな、ここ。ダメみたい。じゃあ出ちゃおう。戻ってきた。任務完了。どうすればいい、ここから。神殿のガイアと合流か。来たか。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。事務所挑戦でパーティーを決めるんだ。なんかいいね、ダンジョンがあってそこで遊べるっていうのが。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。あ、これでできるんだ。ガイアってどんな剣か。こいつはどうだ。でも似てる、自分と。自分の主人公キャラの今一番上は剣っていうのは自分なんですけど、なんか似てるわ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ。経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。わ、二
苦手だ、こういうアクション系。装置にエネルギーを供給しすぎる重要な部品か。ああ、なるほど。じゃあ、こいつはどうだ。面白い。はい、じゃん。道がない。封域を利用して上に登ろう。はい、素晴らしい。こいつはどうだ。手間がいっぱいある。来ちゃった。やばい。おとなしくしや。おとなしくしや。水元素だ。これで火は消せるよな。わかる。そうだ。鋭いな。神から称号をもらって騎士にならないか。材料出るの。回復させようかな。リンゴがもう。あ、そっか、これ取ったね。これも300なんだ。これだね。いや、よくできてる。しかも結構面白い。うわ。いよっ、泳いではできない。あ、嘘でしょ。すごい。そういえば知ってるか。そういうことやったのか。風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。可能性はある。早速やるぞ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。
手段は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。あ、戻ってきた。あ、ガイア獲得になってるな。あ、すごい、ガイア使えるようになったんだ。いいね、仲間がどんどん増えていくんだ。いいじゃん。はい。炎と水、蒸発反応が発生。接触か。なるほど。面白い。次は神殿のリサとボール。リサどこよ。今度こっちか。また別の神殿に行くってことか。で、任務他のやってもいいんですよね。今このメインやってるけど、あ、例えば準備が大事の、鉄を持ってこいって言われてるんですよ。鍛冶屋のおじさんに。こういうのもいけますね。いや、やっと来た。ここね、ずっと向こうから来たんですよ。ここね、登ってきたんですよ。すごくないですか？やっぱオープンワールドすごいわ。このね、断崖絶壁をね、登ってきました、今。ちゃん、危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。それはもちろん、ジンが私を信頼してるからよ。だからあなたたちも私をもっと信じていいわよ。これで次はリサが仲間になるのかな。ね、どんどん増えて、これこう変えれますね、仲間を。私も少し本気を出そうかしら。あ、リサでできる。あ、じゃあこれが仲間になるわ。次技は？しびれなさい。すごい。それ逃がさないわよ。なるほど。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょう。この風を使って上に行きましょう。木だからな。お姉さんに任せて。しびれなさい。なるほど。雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。長押しで、はい。今やったけど。うわ、出た。それ。
かんか。しびれなさい、しびれなさい、しびれなさい、しびれなさい。オッケー、ちょっとかかった、何回もこすっちゃった。ちょっとビリビリさせん、いた、あ、いた。何よ、水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。雷だからね。食べてから行こう。三年。空域よ。ここから上に上がりましょう。だから。いいな、意外と。痛い痛い痛い、死ぬ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 。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するの。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるように濃いほどの衝撃ではないけれどね。あっ、それ、食料食べて、うわ、やばい。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。マジか、これも知らないなんて、あなた一体どこから。突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。あれか、入れた方がいいかな。風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある東風の竜、トワリン、南風の獅子、ダンディライオン、北風の狼、ボレアス、西風の鷹、セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。
多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも司法守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。やっと全部片付いた。戻ってきた。これでモンドの元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、司法守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。続く。第2章。早かった今。ワッポイントね。世界中の宝箱を探索、任務クリア、秘境クリアのいずれも冒険ランクが上げられる。あ、どっか解放された。解除されたんがいい。あ、戻るんだ、また。任務画面ね。はい。そうなんですよね。途中の、これ、なんかサブクエみたいなのが途中になってる。鉄を取り行くとかね。だから、こっちのメインっぽいやつやってもいいし、ちょっとサブっぽいやつやってもいいってことですね。今回はここまでにしたいと思います。次回はまたガイアね、会話するの次からやっていきます。ご視聴ありがとうございました。